はい、皆さんこんにちは、ミティ先生です。突然ですが皆さん、 iPad のスクリーンショットちゃんと使えてますでしょうか？お気に入りの画面とかを保存しておくときによく使ってる人多いと思うんですけど、まあ、皆さんが使ってるスクリーンショットのポテンシャル、もしかしたら半分も活かせてないかもしれないので、今日はですね、皆さんの知らないスクリーンショットの裏技をたくさん紹介していきたいと思います。こんなのあったんだっていうね、機能がいっぱい出てくるので、ぜひ最後まで見てみてください。はい、じゃあまずベーシックなスクリーンショットの撮り方なんですけど、まあこれを言うまでもないんですけど、電源ボタンと音量の上げるボタンですね、これを同時に長押しするとこんな感じでスクリーンショットを撮ることができます。で、 iPad Pro はこのやり方でもいいんですけど、無印 iPad とか iPad mini ですね、ホームボタンがついてる iPad に関しては、そのホームボタンと上の電源ボタンを同時に長押しでスクリーンショットを撮ることができます。で、アップルペンシルでも撮ることができますね。左右のどちらかからこうやってシュッてこうね、スワイプするとスクリーンショットが撮れます。で、これ今左からスワイプしたんですけど、右からやっても大丈夫です。どちらからでも撮ることができます。で、このアップルペンシルで撮る時のコツなんですけど、この画面の少し外ぐらいですね、黒いエッジのところからギュッて引っ張るとうまく撮れます。たまにこの画面のちょうどエッジぴったりのところからスワイプするとなかなかうまく撮れないっていう人がいるんですけど、黒いところからギュッて上げてあげるとうまく撮ることができます。で、このスクリーンショット撮るとき、こういう効果音が鳴ると思います。皆さん聞き覚えあると思うんですけど、この効果音を鳴らしたくないときは、上のコントロールセンターのところにベルのマークがついてるので、これをですねオフにしてあげると、こんな感じで音が鳴らないような状態でスクリーンショットを撮ることができます。で、この撮影したスクリーンショットはいろんなところに保存することができます。左上の完了ボタンを押すと、写真に保存、ファイルに保存みたいなのがあるんですけど、まず写真に保存を押すとこんな感じで写真アプリの中に入ってます。で、ちょうど下の方に行くとスクリーンショットっていう項目があるので、そこを押すと過去に撮ったこのスクリーンショットだけのデータがたくさんここに入ってるので、スクショを見返したい時はこのスクリーンショットっていうフォルダの中を見るといいと思います。で、次、ファイルに保存ですね。この完了ボタンの2個目のところ、ファイルに保存を押すと、ファイルアプリの中に保存されます。で、ファイルアプリの中には、iCloud ドライブとか、Google ドライブとか、Dropbox とかね、そういう、サーバーのボックスを登録しておくことができるので、その中にダイレクトに保存することができます。例えばこんな感じで、フォルダを新規で作成することもできますね。今例えばスクリーンショット iPad っていうフォルダを新規で作っておいて、常にこの中に保存されるようにしておくと、結構後から見返すのが楽かなと思います。で、 iCloud ドライブに保存したやつに関しては、iPhone からでも Mac からでも見ることができるので、そういう風にいろんなねデバイスで見たいなっていう人は、そのやり方でやってください。で、この撮ったスクリーンショット、やっぱり保存したくないとか間違えたっていう時は、このスクリーンショット削除、もしくは右上のところにもゴミ箱ボタンがあるので、これのどっちかを押してもらえれば、どこにも保存されないような状態で削除されます。で、次、このスクショ撮った時のマークアップの機能についてちょっと紹介します。マークアップはこんな感じで鉛筆マークみたいなのが下に出てくるんですけど、これを使って、例えば今ウェブサイトをスクリーンショット撮ってるんですけど、例えばこの写真を違うのに変更してくださいとか、このロゴをもうちょっと大きくしてくださいみたいな添削をする時にすごく便利な機能なんですね。で、ハイライトとか、あと鉛筆ブラシ、ペンブラシみたいな数種類のペンがあるので、まあ、お絵かきみたいなことをするにも使える機能です。で、これ結構知らない人多いと思うんですけど、上のところにスライダーみたいなのがあって、このスライダーを左右にスライドさせると、ベースの画像がですね、こんな感じで透けます。白く透けます。なので、よりこの手前にある文字とか、色がはっきり見えやすくなるので、あまり画像は見せたくないけど、しっかり文字を読ませたいみたいな時は、この機能を使うといいと思います。
で、このマークアップブラシのプラスのところをちょっと皆さん押してみてください。そうするといろいろまた機能があるんですけど、矢印ツールとか吹き出しツールっていうのがあります。より正確にここだよっていう風に矢印でねポイントを打ちたいときはこの矢印マークを使うといいと思います。で、あとはテキストとか署名とかもありますね。この辺も結構使えるので皆さん使ってみてください。で、この撮ったスクショの一部だけを保存しておきたいっていう時は、スクショ撮った瞬間にこんな感じで指でトリミングすることができるので、このトリミングしてから保存しておくことをおすすめします。そうじゃないと全部スクショ撮ってから後からトリミングってなると結構めんどくさくてほったらかしになっちゃうので、スクショ撮った瞬間にトリミングは皆さん心がけてください。で、ウェブページのスクリーンショットを撮った時に使えるのがフルページのスクリーンショットです。スクショ撮った時に上にタブがあって、そこの右側ですね、フルページっていう方を選択すると、こんな感じでウェブサイトの、上から下までずっとね1枚の、PDF として保存することができます。なので長いウェブサイトをね一個一個スクショしなくても、こんな感じでフルページでスクショ撮ってあげると、後から注釈入れたりする時もすごく楽なので、これはぜひ覚えておいてください。で、このフルページのスクリーンショットって実は他の Apple 純正アプリでも使うことができます。で、例えば今キーノートっていうプレゼンテーションの資料を作るアプリを開いています。で、こんな感じで画像一覧の今、資料みたいなのを作ったんですけど、例えばこれを PDF で保存したい時ってあるじゃないですか。で、そういう時にこのプレビューの状態でスクリーンショットを撮ります。で、そうすると上にタブがね、さっきと同じように出てきてると思うんですけど、このフルページっていう方をですね、タップしてみてください。で、そうすると、このキーノートページ1枚1枚が PDF のページになって、もうこんな感じで PDF に書き起こされています。なので、この状態で左上の完了ボタンを押して、ファイルに保存ですね、さっきと同じようにファイルに保存しておくこともできるし、右上の共有ボタンを押したら、そのままダイレクトにメールに添付したりすることもできるので、プレゼン資料を扱う人はめちゃくちゃこれ使えるので、ぜひ覚えておいてほしいです。キーノートのプレビューにした状態でスクリーンショットを撮るっていうのですね。これで PDF 化されます。で、じゃあ違うアップル純正のアプリも見てみます。ページズっていうアプリがあるんですけど、皆さん使ってますでしょうか。書類とか文書系の、作成をするときに使うアプリなんですけど、こういう感じの、テキストベースの文章に画像を貼ったりとかするアプリですね。で、これも、右上のところから基本的に書き出しで PDF にすることができるんですけど、この状態で、スクリーンショット撮ってもらったら、さっきと同じように上にフルページっていうのがあるので、ここで一気に PDF 書き出しすることができます。はい、じゃあキーノートとページーズができたので、最後ナンバーズもちょっと見てみます。実はこのナンバーズっていうね、表計算のアプリも PDF に作ることができます。ナンバーズって基本的に上のところにタブがあって、こんな感じでタブ分けして、ページを作っていくっていう仕様になってるんですけど、これもこの状態でスクリーンショット撮ってみてください。で、そうするとこんな感じでね、上にフルページっていうのがあるので、ここで、一気にこのタブ別にページに分けてくれるんですよ。すごくないですかこれ。もう私ね、これ知った時めちゃくちゃ感動したんですよね。普段ちょっと表計算のソフトとかあんまり使わないんですけど、これ知った時にナンバーズ使いたいって思ったぐらい感動した機能で、まあこういうのね、よく作る人にはめちゃくちゃおすすめの機能なので、いちいちね、右上の書き出しボタンのところから書き出さずにスクリーンショット撮って PDF に保存してみてください。一気に効率化すると思います。で、次ですね、あんまり使わないかもしれないんですけど、アクセシビリティっていう機能の中にアシスティブタッチっていうのがあります。アクセシビリティの中のタッチの中のアシスティブタッチですね、これをオンにしてみてください。そうするとこの画面上にですね、黒いボタンみたいなのがつきます。で、これは電源ボタンとか、あとは Apple Pencil がうまく働かなかった時に、サポート的な役割で使えるボタンなんですけど、このアシスティブタッチをオンにした状態で、下のところを見てもらえると、タッチショートカットを割り当てることができるんですね。で、例えばこのダブルタップっていうところをですね、選択して、これをスクリーンショットにしておきます。
で、この状態でこのアシスティブタッチのこのボタンをですねダブルタップします。でそうするとこんな感じでスクリーンショットが撮れるっていう仕様になってます。でこのダブルタップとかあとワンタップとかは自分で割り当てることができるんですけど、トリプルタップするとこのアシスティブタッチのコントロールセンターが開かれるので、ここからスクリーンショットを撮ることもできるので、どっちでも好きな方やってもらえればいいと思います。まあ、このボタンはあんまり使うことはないと思うんですけど、非常事態にですねぜひ覚えておいてもらえるといいかなと思います。で最後キーボードを使ったスクリーンショットもちょっと説明しておきます。今これマジックキーボードを使ってるんですけど、普通のキーボードでも大丈夫です。で、コマンドシフト4を押すとこういう普通のねスクリーンショットとかフルページのスクリーンショットを撮ることができます。でもう一個あって、コマンドシフト3ですね、さっきのは4だったんですけど3を押すとこんな感じで表示されずに左下に逃げていきます。なのでこんな感じでどんどん写真にね保存していきたいときはコマンドシフト3を押すといいと思います。これがコマンドシフト4ですね。一旦表示されるような形でスクリーンショットを撮ります。で最後 Mac と iPad の連結でスクリーンショットを撮るやり方を紹介していきたいんですけど、Mac 持ってる人は絶対必見です。これMac の方を開いて、例えばここでコマンドシフト4で、画面キャプチャーとしてねこの一部だけスクリーンショットを撮ります。で撮ったスクリーンショットっていうのは、Apple ID でつながってるとこんな感じで左のねあの iPad の方にですね画面が共有されます。これすごくないですかね。でちなみに上のところ Mac の上のところに iPad のボタンみたいなのがあるので、これ押すとこんな感じで、自分の持ってる iPad の方に映ってくれるっていう仕様になるんですけど、この状態で iPad の方に画面が共有されてるので、例えばマークアップでこれで文字を書いてみます。でそうすると右側の Mac の方にも同じようにこのマークアップが反映されてるっていうねすごい機能です。これも私最近知ったんですけどめちゃくちゃ使えるので、ぜひ皆さんねあの Mac 持ってる人は使ってみてください。はい、ということで以上スクリーンショットの完全解説でございました。いかがだったでしょうか皆さん。あの一つでもね知らない機能があってあすごいって思ったら、ぜひ今日いいねボタンを押して終わってもらえると嬉しいなっていうふうに思います。で私はあの使い方としてはグラフィック系が多いので、こういうねいいなと思った写真だったりとか画像とかをスクリーンショットで保存していくっていうのをよく使ってると思うんですけど、皆さんのスクリーンショットの使い方みたいなのをですねぜひコメント欄に書いていただけると私も参考になるので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということでですね、最近 Apple 純正の小技チュートリアルみたいなのをたくさん出してるんですけど、結構受けが良くて、まあ、引き続きこういうのちょこちょこやっていこうかなと思いますので、チャンネル登録してない人はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということで次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。